やってみようか。俺やるゲームシミュレーター系多いな。大体シミュレーターだわ。ダリー作業とかしたくねえな。俺ホースを持ちたいんだけど。な、瓦礫撤去とかやめてな。興味ないんで。燃え盛る家に突って言ってさ、俺バックドラフトみたいなのを想定してるから、それ以外の雑用はちょっと勘弁。すげえんだけど。ドキドキする。これ向かってるところから演出始まるのいいね。燃え盛ってるわ。待って、俺消防士のさ順序とかわかんないよ。最初何をすればいいの？ユニット1、どれだ、どの家が燃えてるんだ。これが一番、あ、燃え盛っています。先にもう消防車いるじゃん。ユニット1から司令部、了解。さあ消火を始めよう。早く下ろしてくれ。俺は今からでもあの家の中に突っ込みたい。あ、本当に突っ込んでいくのこれ。俺このまま放水がしたいよ。俺放水がしたいんだけど。どうした？なになになに、あのドアを破れ。あ、これをもらってんの俺。あ、もらってるんだ、手に持ってんだこれ。なるほど。はい、突っ込みました。歩けますか？歩きね、見てわかるやろ。骨折していますと。担ぎましょう。だから俺こんなことしたくないんだって。俺燃え盛る炎の中にこうやって突っ込んでいきたいんだよ。ねえ、なんでこんな雑用しないといけないの。人命とかどうでもいいんだけど。ここのやつがやるや、興味があるやつが。寝てろそこで。ほら、はい、嘘でしょ、冗談は用意してください。ちょっと待って。あ、オッケー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 、来たな、ついに来たついに来たついに来た。これが伝えがったんだよ。おいおい、あ、これ どういうシステム、システムがわからない。システムが分かんない。マークのところに向かって水を放射すると、ん、あ、これが火のレベルなのかな。あ、これが火のレベルなんだ。はい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 。ちょっと思ってたのと違うな。もっと燃え盛るビルの中でさ、俺はなんか荒々しい何かをするんじゃないの。僕全然この炎とかに触れてもさ、ダメージを食らうわけでもないしさ。いいのこれは。なんかリスクがない俺消防活動って何も楽しくないんだけど。何、これチュートリアルでいいんだね。これはチュートリアルでいいんだよね。でもあれか、これさ、ちゃんとしたシミュレーターならさ、屋根からやるんでしょ、放水って。そういうのあんのかな。なんかこうやって直にやんないんだよね消防士ってね。屋根を狙うって言ってたよな。屋根を狙ってたら下向けんじゃない。ユニット1消火完了、これより帰還する。司令塔聞こえるか。入りいいね。あ、これ今の入りは好きだ。タイトル入る時のセンスってさ、映画とかでも分かれるよな。次の緊急通報に出動する前にスキルを磨いておけ。やだよ俺もう。さっきのがチュートリアルで全てなんじゃないの。訓練場拒否。やんないもん。いけるよこんなの。炎の洗礼。で次これかな。あ、これが多分水かけたマークだね。これクリアしたんだ。次これかな。ホームクラフト。マジな。
らかにまずいな。大丈夫かこれ。嘘でしょ俺、あー嘘でしょ、俺が運転してる。おやだー、なんで雑誌をばっかなの。これいいよ別に、助手席で座ってたいよ。しかも俺免許持ってないからさ。コツジが現場に着く前に終わっちゃうよ。ちょっと待ってよ、これウィンカーとか出さないといけないの。緊急サイレン、とりあえずサイレン出そう。どけどけお前ら、サイレン出せば。なんでこんな曲がっちゃうの。ごめんごめんね、ごめんね。ちょっと後でお金降りるから、ちょっと人を救ってくるからさ、許してな。はい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 、ずっと出てない。これどうすればいいの。ウインカーってどうやって消せばいいの。逆のウインカー、ちょっと待って、ウインカーがずっと出てる。マジで絶対に俺車のことあんま分かんないけど 100% 先輩、これは車乗ってなくても分かる。カチカチ言ってるって、どうやって止めんだよ。あーそこか、山火事かな。で先行くぜ、もう遅いんだよ。緊急事態だっつってんだお前って。待って、道がちげえよ。ああまあ傷はついてない、大丈夫だよ。傷ぐらい済んでる、被害は。おおおおお、気分がいいね。ああお前ちょっと毒の遅いわ、こうなります。毒の遅い人はごめんね、君みたいなやつはねこうなるから、速やかにどきましょう。お前なんか、え今なんか、お前すげえな。お前なんか、お前らすごいな。はい駐車しました、到着。どうすればいいんだ、あいつについていくのか。とりあえずこのマークがある方向に行けば何かアクションが起こるから。とんでもなく無能な消防士。キョロジュ、どうすればいいですか。何かツールをお前らが持ったりすんの。掴む、どうする。 OK、絶対に違うことだけは分かる。100% 違う。え割れるじゃん。あなんかあれ、窓の外から安全に。燃え盛る家に突って言ってさ、俺バックドラフトみたいなのを想定してるから、人が死んじゃうよこんなノロノロしてたら。まさか、助けてくれ助けてくれ助けてくれ、なんで窓が塞がれてるんだ。熱い熱いよ、冷やせ冷やせ。あー使った、なんだやけども治っちゃったよ、水かけたら自分に。なんだこんな火の中に飛び込んでも自分で水かけりゃやけどって治るんだ。そっか、これ広がってるな、違うな、これ間違いなく違うことしてるな。ツールを置かしてもらうわ一回。ん AI に解放指示を出せ。はい1番、やれ。バカ誰か、何してんだお前、それでどきなさい。何をしてるんだお前は、働け。
次2番だ、次2番。お前のせいで指令できなくなったじゃねえかよ。何しに来たんだよ。人が死にかけて、あれ？みんな、開いたぞ。行くよ。やばい、こんな要素があるのか。なるほどね。なんでさ、ちょっと待って、チュートリアルを飛ばしたせいで何にもわからない。あいつらが働かないんだけど。グローバル AI ショートカット。あーなるほど。じゃあお前開けろ、これこじ開けろ。あーじゃあツールを持ってくる。はい、わかりました。違うな。ちょっと消防士のリスナーいない？どこに入ってんの？あった。なんでお前、あれ？お前何してんの？お前どうやって開けたんだ？お前どうやって開けんの？ OK、 じゃあ行こうか。 OK、 突っ込むぞ。ほら行け、まずお前らが行け。ホース持ってくんだ、当たり前だろ。おい何つっ、おいおい、どこ行くんだ、どこ行くんだ、大丈夫か、おい大丈夫か、どこ行ってんだ。それが許されんのか、このゲームは。3人とも突っ込んでたぞ。俺その中入れないって。暑いよね、絶対に暑いよね。生きてるそれ。ちょっと待って、俺手前から消化していかないと。なんであんな陽キャなの。わーいとか言って入ってくんだけど、何しに行ったんだお前らは。待って、まさかお前らの俺ホースを用意しないといけないのかこれ。おい帰ろうとすんな。なんでドヤ顔なんじゃ、なんでドヤ顔なんで。帰ろうとすんな。待って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 、俺がホース用意すっから。待てよ。あ、消火器があるって。消火器を、お前らまず消火器でもいいから、とりあえずなんかツールを持たないと。消火器持た、なんでお前ら、なんか消火器は嫌ってこと。めんどくせえなぁ。準備してやるか。消火器じゃやっていう話だ。はい、ホースを、まずは、何につければいいんだ。ここにアタックラインを接続。来た来た、アタックラインってなんだ。これで水が出ないんだよね。これで水が出ないんだよね、ホースって。不思議。あー、わかった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 、理解した。ここから水出るはずねえじゃん。そりゃそうじゃない。これでさ、あいつはさ中で大活躍してるんじゃないの。うわ出てる、出してるよね。まあいいか。まあ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 、仕事はしてるわこれで。よしよしよし、他のやつらの分も用意してやろう。与えよう、お前に1番でしょ。ほら突っ込め、まずあいつを助けるんだ。ここら辺を消化しろ。てかもうここまで行っちゃいな、ユウ行っちゃいな、ここまで。ほら隊長、隊長命令だ、いけ。もうお前ら体力減らないんだったら行っちゃいな。ほら、おいおい、お仕事しておいで。水出す、そこで、そこで水出す。出してるね。いいよ。いいぞ。なんでその下にしかビューって出さないの、君。君、ほんとに消防士か。庭に水やってんじゃねえんだぞ。んだこいつら、俺が行くしかねえ。隊長自ら、俺の背中を見とけ。入る。こうやってやるんだよ。消化っていうのは。ダメだ、ちょっと待って。あっ、これはもうダメ、行くしかないな、行くしかない。救助するんだ。
ちょっと待って、ドアはどこだ、ドアがどこなのか分かんない。まずドアの位置を、ドアがどこだ、これか、これが人命救助だ。なんでこれ体力全開するんだ、超人なんだけど。大丈夫ですか、大丈夫ですか。今から助けます。てか窓があるやん、なんでこれが壊せないの。 OK OK。 救助しました、ごめんなおばあちゃん、時間かかって無能な部下のせいで。おばあちゃん死んでないか、大丈夫、おばあ、おばあ、よっしゃ、消火活動に移れ。お前は本当に何をしてんだ。一回こいつに何かツールを渡さないと一生働かない。ほらほら行ってこい、お前もあん中に行くんだ、突っ込め。あのニートをどうすればいいのか、あてー、何のタイミングで、あば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 あげー、なんでなんでなんで、お前のせいじゃないの、お前何してんのそこで。ちょっと消火器呼ぶか、ここまで消火器、ほい来い、お前ちょっと来い、お前今回休んでていいから俺たちの背中を見ろ、消火活動とはこういうものだっていうものを見てればいいから、次回生かせばいいさ。よし、いいよ、何お前帰ろうとしてんだよ、言ってねえのこと、お前ここに、ここだって消火器やってみ、使い方わかるか、お前俺が与えた消火器はどこやってんだよ。うわあ、やばい、これ崩落するかもわからん、ちょっと待って急いだ方がいい、消火完了。これどこが燃えてんの、メラ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 言ってんの、これ何、これ どこですか。お前俺のホースなんで燃えてたの、お前あいつあいつお前俺のホースだろそれ、なんで俺が消火器使わないといけないのよ。全然消えないし、全然消えないし、消火器、隊長が一番前っておかしいでしょ。まあでも順序は分かった、消火器持ってももう仕事しないから、全員分のホースをなぜか隊長が用意して、それをみんなに配分で、玄関から消火、誰だ、ちょっと待ってよ、さっきのやつ名前が知りてえや、水浴びしてた消火器持って誰、ずっと働かなかったやつ、大変だな消防士って。